じゃあ、お願いします。はい、もう相手がまあ近寄ってきて、こっち側からまあやらないと、もうちょっと例えば人数全員あの相手だとして、まあ、こっちからなんかもう仕掛けないとまずいっていう状況ですね。で、こう近づいてって、もしくは相手が近寄ってきて、そのまま距離ちょっとそのまま。で、スキャンして逃げます。もう一回。相手が近づいてきて、距離を十分ちょっと少し調整して、そしたらそのまま、音向けて、突き入れて、そのまま、フードを下げて。よし。もう一回いきましょう。相手が近づいてきて、もう距離はありますね。そしたらこの下からね、こうに相手の目を自分の親指当ててください。で、こういう風に奥の方に向かってシャッフルして、で相手の柔らかいターゲット出して、ここで十分にあの重力使って沈むようにしてアンカーで、突き出ます。で、フードが見えます。フードでこうまたアンカーでこう下がって、でこのまま左手でアンカーを使って、こうなんですか、フードをしっかりと下げながら、下から上に、上から下に、よし、うん、相手が近寄ってきて、ああ行き過ぎだなと思って、危ないなと思ったら、もう下からシャッフルしながら前で、で柔らかいターゲット出して、しっかり重力使って続き、でまた重力使って相手の頭を十分下げました、ね、左手でしっかりと相手をコントロールしておいて、フードを使って下から上に出る。で、今度上から下に行く。よし。で、回るスキャンして逃げます。